結婚を決めた理由は何ですか。もう魔が差したとしか言いようがない。いやいや妻がですよ、妻が、私じゃない、妻がですよ。んな失礼なこと言ったら私も今日寝れんやないですか。もう妻が魔が差したとしか言いようがない。ねえ、妻がいいよって気が変わらないうちにとりあえずとっ捕まえとこうと思って、いや気が変わらないうちにってね、ね、まあ、でもこれもおかしいんですよね。気がついたら私の、家のテーブルの上に婚姻届っていうのが置いてたんですよね。でこれにサインしてって言われて、で、あ、婚姻届ってこんな紙なんだって思ったら、保証人を用意しないといけないんですよ。で私保証人に大体いい思い出がないのでね、借金地獄でしたんでね、借金やないかこれって、ね、なんで結婚するのに保証人がいるんよっつって、まあでもそら制度やから仕方ないんでね、私の親とその妻の親になっていただきましたけど、なんで結婚したんですか。なんとなく、そんなことは言われた覚えはないですよね。気がついたら婚姻届を出さざるを得ない状況に、しかもね、それもおかしいんですよ。婚姻届が置いてって帰ってきたら、でこれ今日中に、いや今日中ね、もう何日まで出さなあかんっつって、それで慌ててその保証人も、私宮崎でその時大分に無理やり連れてこさせられてましたんでね。だって宮崎と大分どっちに住むっつって、有無を言わさず大分に連れてこられましたんでね。ほんで宮崎の親元に行ってサインもらって、大分の親元に行ってサインもらって、この書類は4月10日までに出さないといけないとか言われて、4月10日までに出さないってそれ何、4月10日って何、限定で何か意味があんのっつったら、実は妻の母は早くに亡くなってるわけです。で4月10日が母の命日なんだって。そうかって、そらお母さんのためにも4月10日にそら入籍せなあかんわなっつって、その時4月10日に私全国から帰ってきまして、でギリギリ夜中の11時半に行ったんですよ。24時間空いてるってことやったね、間に合わんがなっつって車飛ばして、で市役所に行ったら細い階段、本当に細いなんか時間外通用口みたいなところに行ってね、狭い小部屋があるんですよ地下に。でそこに受付みたいなのがあって、そんな夜中に来るね、まあ、大バカ太郎も私らぐらいしかいませんでしたけどね。ほんで何とか間に合ったんです、4月とかに。よかったと思って、お母さんの命日間に合ってよかったって、意味がある日でよかったね、今ね、入籍日がとか言ったら、3日後ぐらいに突然あーとか言い出すんですよ。ほんでね、え、どうしたん、何があったんとか言ったら、間違えたとか言って、何間違えたんっつったの、それね、お母さんの命日でも何でもなかったんですよ。何でも、後で聞いたら何の日でもなかったんですよ。かすってもなかったんですよ。何だったの一体みたいな。でどう探しても何の日でもなかったんで、その時に妻が何て言ったのか、この人ね謝らないんです絶対に。だからね、イタリア人かアラブ人かと思ってるんですけど、謝りませんので絶対に、彼らは何て言ったと思います。新しい記念日ができてよかったねって言ったんですよ。私もう事故るかもと思って車飛ばして、11時半に間に合ってよかったセーフとか言ってたのに、言った言葉が新しい記念日が増えてよかったのですよ。私心底この人と結婚してよかったと思いました、はい、本当に。